マシニッサは、ヌミディアの王。第二次ポエニ戦争において、当初はカルタゴに協力していたが、後にローマに鞍替えする。ローマの貢献を得て、ヌミディア王となり、座間の戦いにも参加した。エルフローブは、マシニッサの墓紀元前3世紀、ヌミディアは、東のマッシュリと西のマサイシュリの両国が並立していた。マシニッサは、紀元前238年に、マッシュリ王、ガイアの息子として生まれた。第二次ポエニ戦争が始まると、ヌミディアは、カルタゴと同盟し、ローマと戦うこととなった。マシニッサは、ヌミディア軍を率いて、イベリア半島で戦ったが、大スキピオが、イベリア半島のローマ軍の司令官となると、敗北を重ねるようになった。その頃、ガイアが死亡し、マサイシュリ王のシュファクスが、マッシュリを併合した。王国を失ったマシニッサは、わずかな騎兵を率いて大スキピオの下に身を寄せた。紀元前204年、大スキピオ率いるローマ軍は、北アフリカに上陸した。ローマ軍は、迎撃に向かった、カルタゴ・ヌミディアの同盟軍を破り、ヌミディア王シュファクスを捕虜とした。ローマ軍はその勢いで、ヌミディア本国に侵攻し、これを制圧した。大スキピオを助けて、功のあったマシニッサは、ヌミディアの王に即位し、元はマシニッサの言い名付けであった、シュファクスの妻、ソフォニスバを自らの妻とした。しかし、これはローマに容認されず、ソフォニスバは毒を仰いで実施することとなる。紀元前202年、カルタゴは急遽イタリアから呼び戻したハンニバルに軍を率いさせ、迎撃に派遣した。大スキピオもヌミディアから軍を返し、同年10月19日、座間の戦いが盛期した。この海戦で、マシニッサは、ヌミディア騎兵を率い、カルタゴ軍の後方を攻撃するという決定的な役割を果たし、ローマ軍を勝利に導いた。ローマの貢献によって、ヌミディア王に即位したマシニッサは、生涯をかけて、支配領域の拡大に努めた。ローマは、カルタゴに対する防波堤を必要としていたため、ヌミディアを積極的に支援した。マシニッサは数々の部族を服属させ、ヌミディアをほぼ統一した。彼に従わない部族はわずかだった。マシニッサの拡大政策はカルタゴにとっては大きな脅威だった。ティトゥス・リウィウスの記述によれば、マシニッサは西部カルタゴ領を侵犯し、70の村を襲撃したという。このため、カルタゴは防衛体制を強化せざるを得なかった。しかし、これは第二次ポエニ戦争後に締結されたローマとの和平条約に違反する行為だったため、ローマの軍事介入を招き、第三次ポエニ戦争の引き金となった。古代の記述によれば、この時、90歳を超えていたマシニッサ自ら軍を率いたという。マシニッサが亡くなった後、ヌミディアは彼の息子たちのミキプサ、クルッサ、マスタナバルが支配する小王国に分割された。後に、ユグルタ戦争を起こして、ヌミディアを再統一しようとしたユグルタは、彼の孫にあたる。ありがとうございます。